マリー・アウグステと息子のカール、1917年、マリー・アウグステ・フォン・アンハルトは、ドイツのアンハルト公、エドワルトの娘で、プロイセン王子、ヨアヒムの妻。全名は、マリー・アウグステ・アントイネッテ・フリーデリケ、アレクサンドラ・ヒルダ・ルイーゼ。アンハルト公子エドワルトとその妻で、ザクセン・アルテンブルク公子モーリッツの娘である、ルイーゼの間の次女として生まれた。 父エドゥアルトは1918年に公爵位を継いだが、その年のうちに休止した。1916年3月11日に、ベルリンにおいて、ドイツ皇帝ビルヘルム2世紀の末息子である、プロイセン王子ヨアヒムと結婚した。夫妻の間には、翌1917年、長男のカールが誕生した。アウグステはドイツ革命後間もなく、ヨアヒムと離婚したが、 ヨアヒムは1920年7月18日にポツダムで自殺した。ヨアヒムはうつ病だったと言われているが、離婚が彼の大きな精神的負担になったのは間違いなかった。ヨアヒムの死後、その時系アイテルフリードリヒ王子がビジカールを養育することになった。しかし1921年にこの状態は違法との判決が下り、実母のマリーアウグステに、 カールの全面的な養育権が認められた。この裁判ではヨアヒムに仕えた大勢のメシスカやアイテルフリードリヒがマリー・アウグステは自ら家庭を捨てた女で子供を養育する資格のある人間でないと証言したがマリー・アウグステの単眼が実って彼女に有利な判決が出た。1922年マリー・アウグステはヨアヒムとの結婚契約では ホーエンツォレルン家が彼女の生活を経済的に援助する約束であるとして、元岐阜のビルヘルム二世を訴えた。皇帝側は、ホーエンツォレルン家の家内法はもはや無効であるため、皇帝にマリー・アウグステを援助する義務はないと主張した。1926年9月27日、マリー・アウグステは、ベルリンにおいて幼な友達のヨハンネス・ミハイルホン・ロエン、男尺と再婚したが、 1935年に離婚した。晩年、経済的に苦しくなったマリー・アウグーステは、複数の人間と養子縁組をして、加盟を与える代わりに、養子たちから金を受け取った。1980年、彼女はマッサージ師のハンス・ロベルト・リヒテンベルクを養子に取り、リヒテンベルクは、クレデリック・プリンツ・フォン・アンハルトを名乗って、欧米の社交界に出入りするようになった。 フレデリックは1986年に女優のザザガボールと結婚し、その9番目の夫になった。1983年、エッセンで亡くなった。84歳だった。最初の夫ヨアヒムとの間に息子を一人儲けた。ありがとうございます。